どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。さあ、いやー、この至福のひとときです。仕事で終わってね、疲れた僕をね、出迎えてくれました。いつもね、あの2階でくつろいでて出てこないんですけど、今日はね、珍しくお迎えしてくれました。今日なんですけれどもね、マルキチ君にペッツワンですね、カインズさんの方で買った青パパイヤのね、今回は細切りパパイヤ系の第3弾なんですけど、スティックあとスライスから来て、この細切り、細切りなんでね、食べやすいと思うんですけど、まあ実際に食べてみないとわからないなっていうので思ってですね、今日はね、マルキチ君に食べてもらいたいと思います。はい、それではね、早速開けて食べてもらいたいと思います。さあ、早くも、ちょっと待ってね。いや、いい感じに乾燥してますね。じゃあちょっとだけ一つまみ取って、マルキチ君に食べてもらいたいと思います。これ結構絡んでるから、あ、取れた、痛いあ、これ細長いのがありますね。こういうのがだったら安全ですね。ちょっと噛まれちゃいました。まあ全然ね、あの血とかは出ない、傷とかは入らないぐらいですけど、びっくりした。あ、一本ずつ取り出すのはね、かなり至難の技というか、結構ね、難しい。こんな感じでね、一緒に出てきちゃいます。よし、何本かね、まとめて取ってみました。わあ、そうやって食べたら映らないよってね、知ったこっちゃないよっていう感じですけどね。美味しそうに食べてくれてます。さあ、これね、スライスもいいんですけど、スライスよりも一個一個がね、食べきりするのがすごい楽そうですね。で、チモシーと同じような感覚でね、食べ方もね、同じように、あ、まだくれて。よいしょ。もうすぐペロッと食べれますね。ですからね、手で渡してあげるのもいいし、チモシーに混ぜて食べてもらうのもいいかもしれないですね。同じように食べてくれますね。次くれ次くれってすごい気に入ってくれましたね。で、簡単にちぎれますね。だから乾燥しててもね、スライスの方がちょっとね、噛み切るのに時間が少しかかってるかなって印象だったんですけど、ね、細切りの方は全然そういうこともなくて食べやすそうですね。で、まあ同じパパイヤなんで、与え方の目安は1日に1食の与える量の 1% を目安で混ぜてあげるか、こういう風に手渡してね、おやつ感覚でスキンシップを取りながら食べてもらう、こういうのが、まあ、一般的なね、食べてもらう方法なんですけど、これはどうなんだろうな。あ、やっぱり、マルキチ君はね、問題なかったんですけど、食べにくそうだったら、スライスの時と同じように、5分ぐらい水につけてくださいねっていうふうに書いてました。さあ、まだまだね、欲しそうですけど、もう一本。これが最後にしましょう。くね、ヒゲが全然生えてこないんですね。逆に、まあウサギは関係ないですよね。メスとかオスとかヒゲの濃さは関係ないですね。我が家に来た時からね、ヒゲが全然ないんですよね。これが、ね、結構チャームポイントというか、ね、こうヒ
ひげがないのもなんかつるんとして可愛いですね。あとはね、ちょっと部屋んぽしてるところをですね、写して終わりにしようかなと思います。さあ、部屋んぽですよ。で、まったり過ごしてね。やっぱりね、男の子だからもうね、女の子がマーキングした跡が気になるんですね。で、松ぼっくりにマーキング。はい、まだクリスマス気分が抜けてない。片付けがまだね、できてないです。その向こうにはね、ももちゃんがいるんだよ。ココアちゃんが寄ってきたね。仲良くしてよ。ちょっと背が足りないね、ちっちゃいから。可愛いお尻です。何をしてるのかって言ったら、だいたい角っこでね、おしっことかする習性があるので、ちょうどしてるあたりをですね、匂って、そしてね、自分もマーキングしてます。どうしたの？足段したね、今。なんか不満があるのかな。広いお部屋でね、もっと自由気ままに遊ばしてあげたいんですけどね。もうちょっとね、あったかくなったらまたお散歩にもお出かけして、ね、一緒にね、走り回って遊びたいと思います。まあね、あんまりね、アクティブに走り回るっていうのはね、今日はないんですけど。おお、今ちょっとね、あ、スロースターターなのかな、丸吉くんはね。まあでも、ちょっとね、さっき見た感じはね、顔が疲れ気味だったからね、眠たいのかもしれないですね。ここをね、ポリポリ描いてもらうのが大好きですね。こんなところでですね、今日は動画はね、終わりたいと思います。今後もね、うさぎの日常的なところの映像と、いろんな商品を試してみて、反応がどうだったのか、まあ、多頭買いですからね、我が家が。だからいろんなこの反応がね、見ていただけるので、幅広い、パターンですね、参考にしていただけると思います。今後もね、いろいろ動画を出していきたいと思います。どんどん出していきますので、ぜひともチャンネル登録、まだの方は、ね、していただけると嬉しいなと思います。それでは、また他の動画でもお会いいたしましょう。はい。さよなら。カメラ目線は。はい、いただきました。